こんにちは、島田香織かおちゃんです。今日は昨日の続きでハサミを描いてみます。ハサミ昨日やったので乾いています。今日はね、どうしようかなと思って行ったんだけど、もう少しこれにちょっと色を つけようと思います。で、違う素材でやりたいので、今日はこのクレヨン、水彩用のクレヨンを使って、色をこの辺ね、なんとなく色をつけたいなと思って、その先がどう動いていくか全然わからないんだけど、とにかく手をまた動かしてみます。では始めます。まず同じような色で、昨日は気持ちをね、紙に出せばすっきりするから、そういうことだけでも絵を描くのはいいというふうに言って時間が来て終わったんだけど、でもあまりにもね、ただやっぱり絵のその気持ちの良さはやっぱり最後に自分の好きな絵ができたらね、それはもっと嬉しくなるわけだから、だからぐちゃぐちゃで終わっていい時と、そういう時も本当にあると思うんだけど、だけどせっかくだからその先目指して、見るのもいいかなと思って、今日は昨日の続き、昨日は本当にぐちゃぐちゃになってしまったところで、それでやめてもいいんだと思うんだけど、私はちょっとね、気持ちをの整理をするだけじゃなくて、やっぱり一つの絵をスケッチブックに残すということをしたいので、私の中でなるべく満足、最後満足して、あ、これでいいやっていうところにたどり着きたいと思っているので、私はそういうふうに、失敗するとね、好きじゃない絵ができるとやっぱりなんかね、それでまた落ち込んだりするので、これ練習だし遊びだから、遊びなんだけど、練習だし遊びなんだけど、やっぱり欲が出るのかな、なんかね、最後気持ちよく終わりたいと思うから、最後までチャレンジしちゃいたい、そう思ってやり続けるって、今までもなんだろう、これ変な絵だなと思いながら最後になんかまとまるっていうことがほとんどだから、チャレンジするのはやっぱりすごくいいことだと思います。チャレンジャーといえばね、私のすごいなんか一番本当にとても大事な友達なんだけど、彼女すごい、もう会うとね、いつも私も楽しくなって元気になっちゃうと、友達で昔からの長い付き合いなんだけど、彼女なんとすごいの、家をね作ることに建てて、彼女インテリアデザイナーで、今まで本当にいろんなところにマンションを買って楽しんで、それを売ってまた次のところに買って、そしてまた楽しんで売ってって、そういう感じで生きてきたんだけど、一軒家は買ったことがなくて、でついに沖縄でね、不動産探してたんだけど、マンションがいい、思ったのが
手に入らなかったらしくて、でじゃあついに土地を買う、土地買って自分で家建てるって、そういう風になってすごいの本当に。決して若くないんだけど、でも気持ちすごい若いけどね。パワフルです。夢を持ち続けてチャレンジしすぎ、しすぎてはいない、チャレンジを続けて、そういう人見るとすごいもう私は嬉しくなるし応援したくなるし、だからね、会う、すごく会いたくなるんだけど、でもそんなわけで今ね沖縄に行ってることも多いので会う機会が少なくなってるし、私もね、なんかいろんなとこ行くので、実は東京ではすごい近くに住んでるんです。本当に通り挟んで向こう側に住んでるのに、なのに私たち本当にね、デンマークにいたりとかさ、彼女もイギリスに行くことも多いし、沖縄にいるし、私は北海道だしだからそう、私が北海道で今度アトリエを持って、で沖縄に時々遊びに行って、彼女もね時々北海道に来て、北海道はやっぱり沖縄にないね四季がしっかりあって、あの大自然はまた素晴らしい、捨てがたい。それでもって私はやっぱり東京に家族全員いるからね、全員というか姉とか、だから東京は捨てられないし、そうなんです、東京で生まれて育ったからやっぱりね、東京のは変わったと言われてるけど、でもやっぱなんかね、東京に戻ると落ち着く、ほっとするね、ほんとほっとする、お家に帰ると。なんか飛行機みたいね、話しながらこうやって書いてるのも面白い。普通はね話しながら書かない、集中してるから話しながらなんて書かないけど、この場合は集中はして話しながらだと面白いかもしれない。集中してるようでしてない、手は集中してる、手が動くのを集中させる、頭はこの絵とはあんまり密になってないかそう、ノートブックじゃなくてね、一枚の絵に描けばいいのにと思うんだけど、でもこれはスケッチブックで、スケッチの練習と思ってるので、実験、スケッチブック実験場だから、だからね、いいんです、これで。そしたら、ちょっと違う。他の色の向こう側、
ちょっとね考えて今初めてこの絵で少し考え始めて考えてると喋らなくなります。何を考えてるかっていうと何考えてるか分かんないんだけど色をちょっとつけてみようかなと思った時に、こうやってね、だんだんハサミがやハサミからスタートしたんだけど、ハサミがだんだんとここの絵から消えるかもしれません。まだわからないんだけど、本当に絵描いてるとね、面白いなと思って、全然予想してなかったことが。してなかったことが出てきて、どうしてこういうことがこういうふうになるんだろうね。すごい面白い。終わってしまいました。どうなるのかな。これ本当にどうなるんでしょう。ハサミから始まる、ハサミはただ手を動かすきっかけだったと初めからなんかそんな気がしてたんだけど、だからこれどうなるのかちょっと見てみたいのでまた続けてみます。じゃあ今日も見てくれてどうもありがとう。じゃあね、バイバイ、また明日。チャンネル登録よろしくお願いします。